はい、こんにちは。エタチャンネルです。はい、今日ね、毎日ライブ配信やってる釣り場に来ましたよ。ダイソンブラジャー用水路と、釣り場カフェ中地家さんとケイジンさんです。名前、ダイソンブラジャー用水路うちがいつもライブ配信やってるとこね、昨日来てくれたんで、ここで2人でやってくださいっつって、早速やってくれてますね。ほら、釣れてるよ。で、向こうも釣れてるね。当たりが今日もビシバシということで、私得意の人の取れ高で動画を出すというね。合わせがね、ちょっと難しいよね。あ、でももうベタ底ですよね。そこ狙ってますよね。あ、もしかして餌ちょっと乾燥してないかな。びっちょびちょぐらいの方がいい。ゆるくて、船だとね、ふわっとつけた方がいいみたいで、ぼーちゃん先生に教わったんだけど、ぼーちゃんが作ってくれたやつはね、すっごいゆるくて、その時めっちゃ爆調だった。やっぱ手につくと水分取られて乾燥しちゃうんですよね、こう扱ったり。だからおじいちゃんたちマヨネーズとか油手に塗って、なんか乾燥防止みたいのしてるね。うん。今日6時32分ぐらいに日没なんで、じゃあうちもやっていこうかな。はい。ということで、はい。今日はね、反対側の、ちょっと草ぼうぼうなんだけど、こっちでやっていこう。ちょっと影になってるからね、ただ草ないけど、ミミズの時は反応ありましたね。でね、どうしようかな。今日ない、なんでライブ配信やらないかっていうと、気温34度プラス、風速がね、3メーター。6時から2メーターぐらいになるって言うんだけどね、今日ちょっと風切り音入っちゃうし、三脚は危ないのでね、今日は動画にしていこうと思います。いいところ録画し、ちょっと私バッタの下りさ、ちょっと録画できてなかったんだけど、ラーメン食べに行ってラーメン食ったら録画さっきね、あたいが捕まえたバッタ、あそこに自ら入ってった。ちょっとライギョのね、バッタも夏も暑いんだよね。ね、ここでガボッとライギョ出現したら多分すごい大スクープ取れるから。せっかくさ、虫をさ、投げつけて脅かす、いたずらしようと思ったら、録画されてなかった。はい。椅子壊れちゃって、ダイソンの椅子がね、なかった。あ、プレシェンコやってないや。なんか、はい。釣りガールさんたちがおすすめの、スキンベーブミストですね。はい。見事にね、撒き散らしております。はい、今日やるのはね、いつもの、竿ですね。60センチ、カスミツ。それに、針は、タナゴ、奥の位置。このまんまですね。あんまり大きい船はね、いないと思うんだけど、まあ、これで引っかかるんじゃないかなと思って、やります。どうかな？来てるかな？本当マッシュポテトみたいな感じでね、こういう、なんだよ、本当にお芋みたいな感じなんだよ。芋もね、匂いもね、すごいスイートポテトみたいにめっちゃいい匂いする。これをね、ふわっとつけたのが多分、フナたちお好みだと思うんですよね。じゃあさっきから遊んでてね、情報。はい、5時16分から、行ってみようと思います。はい。ちょっとふわっとね、大
きくつけてちょっと様子見ます。傘は変わらないですね。これベタ底、底狙ってますね。この辺をちょっとお引き寄せでふわっと落としてみましょう。よいしょ、はい、船一匹、下の台、よしよし、来た来た来た、おっと、おおし、お、お前か、大きくつけて、はい、船にアピール。ゴミ浮いてんの。パクッといけるように。あ、あ、今ちょっと落ちたな半分。同じところに何回も落とすとやっぱりまあ餌が落ちてるもんで、まあ、魚も溜まっていきますよね。はい。お家で、あのブレンディーのアイスコーヒーミルクを作っていきました。あ、うめっ、うめっ、来た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 、やってやれやって、うっと、おりゃおりゃ、ちょっと待たれ、うっと、おい、来た。はい。だんだんサイズアップしてるんじゃない？3匹目。よし、4枚っていうの上がった。よいしょ、はい、はい、今日はあのグルテン1とグルテン5で船仕様にしています。お、すごい、狙って釣るってすごい、狙って、今日はね狙って、あのお芋みたいなんでふわっとつけて、もうそこそう、たまにチビも釣れる。キキさん、すごい、狙ってフナ釣ってる。今日はねフナの餌だからね。もしかしてあれ、巨大魚と戦うの、これから、うん、行った絶対釣って主うわー、チビだ、あ、落ちた。ピラしてたんで、そいつですね、あの目の前をねピラッとしてたんで
つだろうと思うけど、2回はかかんないからうるせえっつの。最後ついてちょっとちっちゃいですけどね。やりました、かっこよくなったよ、あれって。さあ、おかんします。はい、うちのおかんします。はいはい、それではね、今日ね、夕方カウント行きます。今日はグルテン1とグルテン5、あと、タナコグルテンとキミネリ少々のあのオリジナルブレンドで、今日はそこ狙いでやりましたね。ふわっとつけたのが、良かったんだと思います。はい、今日は船が、1、2、3、3、4、5、6の、口細が3。はい。船6、口細3でした。はい、